こんにちは、はちみつ農園ポコトスカーナです。この動画では新しく女王蜂を作った育児箱がいっぱいになってきたので、大きい通常の標準箱に移すという作業をやってみたいと思います。それではこれが新しい女王蜂を作った箱ですね。ちょっと中を見てみると、もう中ね、いっぱいになってる。いっぱいになったので大きい箱に移します。これね、1,2,3,4,5,6 枚でしょ、うん、と給餌箱ね、うん、もういっぱいなんで次のこの普通の標準箱に移したいと思います。で、アメリカでは、アメリカ、まあ日本でもそうなんだけど、アメリカでは交尾箱、これはものすごく小さい、これぐらいの小さい箱もあるし、うん、それからこの巣箱は2枚とか3枚の、うん、でまだ交尾していない女王、出来たての女王を入れて交尾するのを待つ、交尾して産卵し始めるのを待つという交尾箱というのがあります。へ、そしてそれをアメリカのやり方ではニュークって言ってますけど、うん、ニュークリアスハイブ、NUC って書いてニュークって言ってるんだけど、子育て箱、うんうん、ちょっと大きめ、うん、なんかこれぐらいの箱だと思います。ニュークっていうやつで子育てをして、うん、そして通常の大きさ、中に10枚入る大きさに、うん、します。だんだん大きくしていく、ね、で今日はこの育児箱が重い、いっぱいになったので、うん、これをこっちの通常の大きさの箱に変えます。移し替えます。そのまま入れ替えるだけでいいの？ああ、いいこと言ってくれたね。ちょうどさ、うん、冬支度も始めてるので、はい、冬支度も兼ねて、うん、その冬用の装備にしていきたいと思います。はい、これ給餌箱、給餌器ね、うん、餌が入ってる、うん、ここにね、僕は1枚、うん、断熱材を入れています。断熱材を入れて、はい、そして給餌箱を置いて、はい、ここにどんどんこっちから移し替えていくわけですけども、その順番は順、その並んでる順番通りに入れる、うん、そうしてあげた方がいいね、うん、で、ここにね、ここにまだ蜜蓋のかかった、はい、あれでしょ、うん、ちょっとどいて、これを切り取って、うん、で、これを食べてここに産卵するから、産卵を促進させるために産卵を促します。これ、ね、まだ溜めずに食べて数増えてねという感じね。こっちはもう溜まってね、こういうのかな、どんどん食べて増えてくださいねと。そ
産卵する場所を増やしてあげなきゃね、ちょっと傷つけておくだけでいいの、それ。ゼローンって、本当は剥いてあげたいんだけどさ、ちょっと、蜂蜜邪魔だった。ちゃんとね、蜂で動かせば、武将せずに。ここ、ほら、産卵圏がギリギリまで来てる。うんうん、来てるね。なんかこの、もっとこれ。もっとそんな産卵してねって感じ。あ、それもすごい。両鉢で。うん。さっき言ったの。あ、いた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 。で、こう、この箱ちょっと小さいね。もう、そのまんま。こういう感じでね。で、これね、両サイド僕は、給餌箱で、給餌器で挟んで、生活圏をコンパクトに、コンパクトにというか、密集させるようにしていますので、これ、給餌器自分で作りました。ベニヤ板と木と木工用ボンドで作ります。給餌器の作り方という動画も上げていますので、ぜひ見てみてください。この分も増やして8枚分にするつもりなので、予備の巣箱をここに2枚で 1,2,3,4,5,6,7,8 枚ね、はい、をするようにします。代用花粉を上げて、そして代用花粉をあげたし、砂糖水も十分ありますので、これで蜂の数が増えてくるのを待ちたいと思います。その一枚は何？これね、うん、これね、中冬になるとさ、うん、こうやると暖かいのが来るもんね。あ、はい、なんか温めてるので、うんうん、その暖気っていうか暖かいのは逃げないように、うん、掛け布団ですね。掛け布団ね。びったりしちゃうとね、これぐらいでいいんじゃないかと思うんだ。あ、びったりしちゃうと湿気がこもるしね。そうだね。はい、はい、これでできました。はい。この動画では子育て用の小箱から大きな通常の標準箱に移すという作業をやってみました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらいいねを、そしてこのような動画をたくさん上げていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。サンキュー。